こんにちは、クロスケです。先日ですね、モービル同士で、6メーターの FM で、更新をしたんですけれども、6メーターの FM って今まで何度かやったことあったんですけど、街中だと全然飛ばなくて、正直まあ2メーター400に比べるとあんまりちょっとね、使い勝手が悪いかなというイメージを持ってたんですけれども、前回やった時にですね、何キロぐらいかな、30、40キロぐらい離れた場所で、間に山2つぐらいね挟んで、完全にもう見通しじゃない場所でやったんですけれども、ゴワッとでも、フルスケールでね、お互い更新できました。で、意外と飛ぶねっていうことで面白かったんで、今回はですね、山の上同士で6メーターで更新をしてみたいと思います。アンテナはですね、モービルホイップでやってみたいと思います。6メーターの方は、まあ、ほぼフルサイズに近い、1.3 メーターぐらいかなの、コイルがちょっとここに入っているベースローディングのアンテナですね。はい、ちょびっとだけ短縮されている、ホイップと、あとですね、1000メーターの方はこんな感じの山和さんのヘリカルホイップですね。これは1メーターぐらいかな、1メーターないぐらいのやつですけども、大丈夫ですか？はい、こんなんで、車につけてね、横着運用で果たして更新できるのかやってみたいと思います。JJ0 NSU、 こちらは JR2GU、 はい、ポータブル2です。入荷ありますか、どうぞ。はい、了解。 JJ0 NSU、 こちらは JR2GU、 ポータブル2、浜松市天竜区竜頭山移動です。こんにちは、レポート5151です、どうぞ。はい、了解です。JJ0 NSU、 こちらは JR2GUI です。はい、55のレポートありがとうございます。 1W 送信ですね、こちら 5W 送信です。1.3m ぐらいのね、モービルホイップからやっております。あ、いけましたね。よかったです。ロー2ってロー2って 1W ですよね。はい、全然僕が87の、仕様が分かってない。もう一個出力下げてみますね。もう一個出力下げてみてもいいですか、どうぞ。はい、了解です。ちなみに今メーターは振ってなくて、若干ガサガサ言ってるかなという感じですけど、もう一段階下げてもいけるんじゃないかな。今プリアンプなしでね、聞こえてますんで、じゃあ次下げて送信してみてください。ちなみに今動画撮ってます。じゃあよろしくお願いします。これで 0.5W です。ロー1ですね、ロー1 0.5W です。 0.5W です。はい、いかがでしょうか。 0.5W でもいってますでしょうか。 JR2GUI、 こちらは JJ0NCU ポータブル2、どうぞ。はい、バッチリです。今ね、プリアンプなしだとちょっとノイズに埋もれて厳しかったですけど、プリアンプ入れてればね、はい、メリット5で良好に届いております。結構いけるもんですね。ちなみにアンテナは何ですか、どうぞ。はい、アンテナはコメットの HFJ350 っていうマルチバンドの、ロッドアンテナ、まあ、1メーターちょいぐらいですよ。はい、ロッドアンテナを817の背面に直付けにして、あとはラジアルケーブルを垂らしてます、どうぞ。はいはい、了解です。はい、ち
なみにあのアンテナ切り替えができるんで 10mFM とかも行けますけど、はい、そっちにアンテナがあれば行ってみますか。やると GI、 こちらは JJ0NSU どうぞ。なんかブーンっちゅうノイズが出て全然取れないですね。俺の方はそんなノイズないけどな今、うん、なんかよくわかんないのがフルスケールでこう周期的にブーンブーンっつって来るんですよ。JR2GUI、 こちらは JJ0NSU ポータブル2、岐阜県桑郡関ヶ原町です。こちらの方が良い感じがします。どうぞ。はい、JJ0NSU、 こちらは JR2GUI ポータブル2、静岡県浜松市天竜区移動です。はい、もうメーター振り切ってますね、フルスケールで入管しております。こちら今ちょっと確認できませんが多分 10W 送信だと思います。いかがでしょうか。どうぞ。はい、了解です。 JR2GUI、 こちらは JJ0NSU ポータブル2、はい、強いですね。 6m 以上 10m の方が強いです。フルスケールで来てます。今0.1W に落ちました。あの感じだと全然いいでしょうか。あのこれは絶対いけるなと思って買ってきましたが、いかがでしょうか。 JR2GUI、 こちらは JJ0NSU ポータブル2、 0.5W 送信です。どうぞ。はい、0.5W 了解。0.5W 了解です。今、なんか、アブに刺されました。はい、まだいる、まだいる、まだいる。下に。はい、いや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 、アブがね、すげえいっぱい飛んでるんですけど。はい、メーターはね、S9 以上振ってますね。プラス20ぐらいかな。はい、こちらも今ね、5W に落としましたけれども、多分、この感じだと全然、いけてるんじゃないかなと思います。うわ、うん、はい、JJ0NSU、 こちらは JR2GUI、 今アブのパイルアップを受けてます。どうぞ。了解です。 JR2GUI、 こちらは JJ0NSU ポータブルです。すんげーいるね。5匹います。5匹昼間だったら100匹ぐらいな。昼間がパイルアップところの騒ぎなんか飛んでる気がしますね。基本的には6mm グランドウェーブは伸びるんでしょう。まあ山の上同士なんで、そもそもなんか相性みたいな感じなんでしょうけど、はい、よく来てます。ありがとうございます。メーター FM とね、たまにはこういう遊びもいいなと思ってます。やっと GUI キクラバー JJ0NSU。 どうぞ。了解、JJ0NSU、 こちらは JR2GUI です。本当ね、10メーターも結構いけるもんなんですね。はい、バンド違いでもね、こうやって遊ぶの面白いですね。まあ見通しなのかな、どうなのかな、ちょっとあんまり調べずに登ってきちゃったんで、不安でしたけれども、モービルホイップ同士でね、しかも 5W と、0.5W かな、で 10m と 6m とどっちもね、つながって面白かったです。またバンドごとにね、飛びも違ったり、なんだろうな、あの平地同士だったり山の上同士だったり、またね、いろいろ変わってくると思うんですけども、いろんな場所でね、実験していくとバンドごとの特性の違いも、分かって面白いんじゃないかなと思います。またあちこち遊んでみたいと思います。